皆さんこんにちはただいまより第3回伊賀市企業誘致ウェブセミナーを開催させていただきます私本日の司会を務めます伊賀市企業用地整備課の島藤ですどうぞよろしくお願いいたしますこのセミナーでは伊賀市への事業展開をご検討されている企業様を対象に伊賀市の魅力や実地的な強みについて発信させていただきます これから約1時間15分とはなりますが、最後まで皆様お付き合いくださいますようお願いいたします。まずはじめに岡本栄介伊賀市長よりご挨拶と伊賀市の概要を紹介いたします。岡本市長よろしくお願いします。はい皆さんこんにちは伊賀市長の岡本であります。え今日は第3回の伊賀市企業誘致ウェブセミナーということでご覧をいただきまして本当にありがとうございます。 では最初から最初に私からこの私どもの東というところについて魅力も含めご紹介をしたいというふうに思いますさてこの私どもの東ですけれども地理的には紀伊半島のほぼ中央ということでしょうか 三重県の北西部にあたりまして標高は500メートルから600メートルの山地に囲まれた上野盆地というところになります。まあ、県内の中でも特異な地位を占める場所ということとになりますというのも水の流れに注目しますと伊賀市は琵琶湖誕生の地で大阪湾に流れ込む淀川の源流域ということになります。つまり近畿圏の水源地と いでこの伊賀に雨が降りますと伊勢湾に流れることはなく同じ県内でも伊勢湾に流れることはなくですね全て西側大阪湾に注ぎ込むわけですですからこのことはですね文化や風習さらには経済圏などを大きく分けておりましてこの分水界というのは人文界というふうにも言えるかと思います。 アクセスの面なんですけれども大阪京都名古屋の、まあ、ほぼ中間というんでしょうか京阪神や中京圏は1時間前後でアクセスが可能ということですまた東の中心部から1 0 0キロメートルの圏内ということになりますとですね滋賀県それから京都府大阪府奈良県愛知県など大きな都市が広がっておりまして 総数で2350万人がこの中に集積人口集積がされているということですさて気候ですけれども気候はですね盆地特有の寒暖の差日格差がありまして日中の気温差が大きいという地域になりますこれによりまして農作物については甘みが増したりですね味わい深くなったりしますしこのことが今の食材の魅力にもつながっているわけです 米、肉、酒というのが今誇る食材の代表ですけれどもそうしたことが深く影響しているというふうに言ってもいいかと思いますにぎわいの面では代表的なものには上野天神祭りがあります400年の伝統を持ちまして2016年にはユネスコの無形文化遺産に登録をされましたそしてさらに昨年の11月の30日には 東の勝手神社の神事踊りというのが不流踊りの一つとしてこちらの方もですねユネスコの無形文化遺産に登録をされましたので私たちの町ではですね伊賀市には2つのユネスコの無形文化遺産があるということで、えー、まあほぼ京都以外にはなかなかそうした町はないという文化あの香り高い町ということになります。 それから建築というふうな分野にも目を向けてみますと市街地には江戸時代の犯行の、東道藩ですので、犯行の崇高堂というような犯行の跡がありましたり、日本の20世紀遺産20世を構成する近代建築群などがありまして、多彩な文化的景観を見ることができます。 で伊賀で働く人やあお訪ねくださる人にとって都市圏からほどほどの距離というそうした感から休日には、まあ、ゴルフをされる方には、えー、たくさん訪れていただけるとても便利な場所でもあります。で、えー、この伊賀地域はそうしたような場所ですので移住された方の言葉を借かりますと。 そこそこ都会そこそこ田舎ということでですね企業立地に関しましては従業員の暮らしの面においても充実した生活を送っていただくことができる県内の移住,移住先1位というものをですね5年連続続けているようなところでありますで企業の皆さん方が今後立地候補地を検討する際に判断をいただくためのいろいろな情報についてこの後ご覧いただく動画ですとか講師の方から 様々な視点から紹介をしてまいりたいと考えております講師によるセミナーでは人材の確保をテーマとしていますこのことは地方都市共通の課題でもあります大都市近郊に接する東では必要な人材を確保していくことは可能ではないかと思っていただけ可能でやるというふうに思っていただければというふうに考えます それではですね引き続き企業誘致ウェブセミナーをご覧いただきたいと思いますどうぞご覧くださいありがとうございました岡本市長には後ほどのトークセッションにもご登壇いただく予定です続きまして企業立地に際しての伊賀市の持つ強みについての動画をご覧ください6分ほどとなりますのでよろしくお願いします 京阪神・中京の2大経済圏の中心に位置している伊賀市2019年度実績によると伊賀市の生み出す製造品の出荷額は億円となっていますこの規模の位置づけは県内で6位全国調査対象1,654自治体の中でも88位と内陸部にありながらも比較的上位に位置しています 立地を考える皆様にとって伊賀市ならではの3つのつ優位性があります無料の名阪国道北にはおよそ30分でアクセス可能な新名神高速道路南北をつなぐ名神名阪連絡道路の計画推進による物流の優位性近年危惧されている気候変動影響や南海トラフ地震の津波被害を回避できる 自然災害リスクの優位性土地の取得価格周辺証券からの労働人材の確保によるイニシャルランニングコストの優位性今回はこの三つの優位性の詳細をお伝えしながら実際に伊賀市で創業されている企業様の声をお届けしていきます市政上の優位な点として紀伊半島の中心に位置し京阪神 中京圏へのアクセスが良好な位置にあり東西に貫く名阪国道は無料区間となっており自社製品や原材料の運搬に関する物流コストの削減につながります空輸の面からは関西国際空港中部国際空港の利用権であり両空港の選択が可能です交通集中や事故による渋滞異常気象による通行止めなどは 企業活動に影響を与えます産業用地の計画地からは名阪国道新名神高速道路の2つの輸送ルートを切り替えることができ災害時のリスク分散が可能ですまた将来的なトピックとしては名神・名阪連絡道路の計画が挙げられます計画路線が推進されることで伊賀市をはじめとする 計8つの自治体で一大経済圏を形成しその工業製品出荷額は全国トップクラスとなり豊田市に次ぐ規模となりますやっぱり大阪から近いという点ですやっぱり都市部で工場を構えるとなりますといろいろな法的規制が厳しくなりますのでそういったところから大阪から1時間というこの近い距離にあるというところは一つ大きな魅力だというふうに思っております もう一つがですね、あの自然災害にやっぱり強いという点です。津波はもちろんですけども地震にも強く、やっりここで働く従業員の皆様にですね、安心して働いていただけるというところは非常に大きなポイントかというふうに思っております。名阪国道がすぐに利用できて、大阪や名古屋へも輸送がしやすい点、亀山天理区間の利用が無料ということでコストの面でも恩恵があります。また名阪国道が使えない際は。 新名神高速道路が使えて、名古屋、大阪への予想が可能です道路インフラが整備されていることが強みの一つです約50年前の話になりますが、名阪国道が開通し、交通の便が格段に向上しています伊賀が名古屋と大阪の中間ということもあり、物流の視点から非常に魅力的な場所となりましたこのことが進出の決め手の一つです 南海トラフ地震は三重県全域で震度6弱の揺れが想定され伊勢湾沿岸地域の最大津波高は3メートルから10メートル近くに達するところも想定されています地震リスクは日本においてどの地域でも避けられないリスクですが津波のリスクは被災する地域がある程度特定でき立地箇所の選定により避けられるリスクと捉えることができます また気候変動により前例のない強力な台風などによるリスクが高まってきていますが伊賀市は比較的穏やかな状況が多く警報・注意報発令回数は海岸域に比べて少ないことがはっきりしています今まで地震や台風等はありますが地震による被害や水害など大きな被害に遭ったことはないです最近全国的に集中豪雨が多数発生し 大変な状況のところも見受けられますが工場のある場所は河川から離れていて大丈夫なように感じています非常に大きな地震と聞いているので怖さはありますが周囲が山に囲まれ津波の心配がないのでそこは安心していますまた地盤も硬く地震が起きても比較的揺れにくい土地と聞いています伊賀市は地震や水害に強い町という印象です 伊賀市では多くの企業様の事業拡大にお役立ていただけるよう様々な補助金・サポートを行っておりますいかがだったでしょうか伊賀市には文化・歴史・観光資源などまだまだ魅力的なコンテンツが溢れています伊賀市は新たに進出されるまた事業の拡張をされる企業を 全面的にバッックアップいたします京阪神中京の両経済圏の中間に位置し自然災害のリスクが低い場所で安定的な物流自然災害リスク少納得のイニシャルランニングコスト3つの優位性を持っている場所それが伊賀市です。 次に株式会社東京商工リサーチ古川様より賃上げ実施予定の状況についてと題しご説明いただきます古川様よろしくお願いします東京商工リサーチ四日市店の古川と申します本日の人材のテーマに関連しまして私の方からは急激な物価上昇の中で今最も重要な課題となっております賃上げ実施状況につきまして ご説明させていただきます東京商工リサーチでは昨年末に全国の企業様に2023年度賃上げに関するアンケート調査を実施いたしましてこのうち社から回答を得ましたこのアンケートの回答から企業の賃上げ実施予定の現状について分析した結果をご案内させていただきます。2023年度に 賃上げ実施予定の設問に対しまして回答企業4,433社のうち実施するは全体の81.6%にあたる3619社でしたこの年度推移のとおりコロナ禍の影響を大きく受けた2020年度は実施率が57.5%にまで下がりましたがその後は上昇してきており2023年度の実施率は コロナ前と同じ8割台となる見通しです内訳は最多が引き上げ幅2から5%の41.6%次いで引き上げ幅2%未満の35.8%引き上げ幅5%以上の4.3%の順となりましたまた18.4%に当たる 814社が実施しないと回答しました規模別では実施するは資本金1億円以上となる大企業の85.1%に対し中小企業は81.2%で差は3.9ポイントでしたただし大企業につきましては引き上げ幅5%以上はわずか2%程度に過ぎず また中小企業では実施しないが全体の20%程度を占める結果となりました実施すると回答した企業に賃上げ内容について3615社から回答を得ました最多は定期昇給の79.8%に当たる2886社でした以下ベースアップの39.0% 賞与の増額の三十六点九パーセントと続きます。基本給の水準を一律に引き上げるベースアップの割合は。四割程度と。さほど高くないことが伺えます。産業別では。コロナ禍の回復が比較的早かった製造業に加え。建設業と卸売業も。実施率が八割を超えました。一方、大きく平均を下回る業種もあり。 人手不足が深刻な業種を中心に、人材確保のためにも、各企業が賃上げを迫られている状況が浮き彫りになっております。賃上げ実施予定のまとめはこのようになります。2023年度に賃上げを予定している企業は、コロナ前と同水準の全体の80%台となります。賃上げを実施するは、大企業の85.1%に対し、 中小企業は81.2%とやや開きがあります5%以上の引き上げは全体の4%にとどまっておりまして連合が求めております5%以上の引き上げにはほど遠い状況ですベースアップは全体の40%程度となります産業別では製造業・建設業が高い比率を占めます以上、物価高に対応するため 従業員への賃上げが切実に求められる一方賃上げ原資が不足する可能性もある中小企業は背伸びした無理な賃上げが経営悪化に直結しかねず人材確保と業績改善の狭間で賃上げに悩む中小企業の動向が今後、注目されます。以上で私の発表を終わらせていいただきますははいえー、皆さんこんこにちは ビジネスリサーチラボの伊達と申します本日私の方から40分間新天地における人材確保についてお話しさせていただきます私先ほどあの申し上げた通り株式会社ビジネスリサーチラボという会社の経営を行っています研究知見に基づいてデータ分析のサービスを提供しています まあ本日のテーマでいうと採用があの関係してくるかと思いますので,で本日の私の,あのお話なんですが40分間あの頂戴していまして6つのテーマに分けてお話を進めさせていただきますではまず1つ目の,あのテーマですね「新天地での人材確保が不安な理由」についてお話しさせていただきます。 まず今回私のお話の主たるテーマというのは新天地にこう進出した際にいかに人材を確保するのかということをお話しさせていただくんですが多分これがテーマとして成立するという背景には新しい土地に進出すると人材確保ってなかなか大変なんじゃないのか。 という不安があると思うんですねまあ、企業の皆さんからするとうまくいくんだろうかという不安がきっと終わりなのではないかなと思います、えー、新天地というのはですねやっぱ慣れ親しんでいない場所なんですねまあ、よくわからないわけです、えー、よく知らない場所であってそして買ってもわからないあの場所というのが新天地になりますよく知らない新天地において果たして人材確保ってできるんだろうか よく知らないけれども本当に大丈夫だろうかというふうにこう不安を覚えるというのが人の差がのの差ようなものなもんですねでこうした「よく知らない」まあ、言い換えると情報が足りていないということを少し専門的なあの言い方になってしまうんですが不確実性が高いといとううふうに呼びますで,できる限り不確実性を避けたい。 まあよく知らない状況って嫌だと未知の状況って嫌だというふうに思う傾向が人にはあります。ですので、あの新天地での人材確保もまたやっぱり不確実性が高いということが言えます。ですので、まあ不確実性が高いので避けようとというふうにしてやめておこうあるいは不安だなというふうな気持ちが出てきてしまうということです。 で、えー、二つ目のパートに入っていきたいと思います基本的な人間心理というのが実は求職者つまり職を探している人にも当てはまってくるんですね ちょっとあの皆さんに想像していただきたいんですが皆さんの会社が伊賀市に新天伊賀市という新天地に対して例えば支社であったり工場であったり物流センターであったり本社を作ろうとしましたと、まあ、作ってみましたということを少しイメージしてください。で求職者からするとあの皆さんの会社というのは伊賀市に来たばかりなんですね。でですので よく知らない企業まあなんか名前は聞いたこともがあるかもしれないけれども中身はちょっとよくわからない,働,い働くとどういうふうになるのかがわからない企業というふうによく知らない企業というふうに求職者には認識されてしまうんですね実はですね求職者の話をよくよく聞いてみると地方が嫌というわけではなくてよく知らない場所に行くのが 嫌なんですね。まあ、つまり先ほどの言葉で言うと不確実性が高いので、転勤というのを嫌がっているということです。で、えっと求職者はですね。そういうふうに考えると、よく知らないという状態をできる限り避けたいと思ってるんですね。 というのはですね、あのこれ企業側にも少し十分な情報を求職者が得られない理由の一つがあるんですが、例えば企業の出す情報がそもそも限定的であるというのが理由の一つです。あるいはこれは求職者側の,あの事情になってくるんですが、えー、転職とか就職のえ期間というのが短いという理由もあります。だから、 有名企業って採用の文脈においては強いんですねではこうしたその求職者の,あの心理とか実態というのを踏まえてどうしていけばいいのかというのを考えていきたいと思いますということは知ってもらうというのが基本的な戦略になるんですね自社の実態をきちんと分かってもらうことによって不確実性が下げら,下げられるんですね実は大事なのはですね 何気ない日常を伝えるということなんですねまあ現実的な職務を事前に開示するということですまあ要は事前に実態を見せるリアルを見せるということを意味していますほとんどの企業はですね自分の会社の日常をうまく伝えられていないという現状があります ですので日常を伝えることができれば自社だけ不確実性を下げることができるんですよねよく知っているっていうふうな存在になることができるそうなると採用上で優位な立場に立つことができますすなわち人材確保につながっていくということです一つがオフィスでの日常を伝えるということです例えばオフィスの執務スペースありますよねそこをただただ 1>, 1時間映像をリアルタイムで流すだけ。でも、求職者はあ。こういう風なところで場所で働くんだとあなんか結構コミュニケーション取ってるな。とか、あのなんか席と席結構空いてるんだな。とかいろんなあの発見があるものなんですね。社用車で営業するってなかなかピンとこないわけですね。なんか自分の好きな音楽とかをかけてるんですよ。で、あのそれを歌いながらあの移動してたりして楽しそうなんですよね。 あるいは打ち合わせの日常を伝えるという方法もありますなんか風通しがいい会社ですっていうふうにあの無味乾燥した文章で伝えるよりも会議を見てもらった方が風通しがいいということがわかりやすかったりしますよねそのように日常打ち合わせの日常を伝えるという方法もありますこの会社ではこんな感じのコミュニケーションを交わすんだということが見えてくるのでこのように日常的な会話を伝えるという方法も有効です でこのように日常を伝えていくことによって求職者がこの会社に入ったら自分はこんな日常を送ることになるのかというふうに理解できるようになれば不確実性が下げられたというふうに言うことができます。 このように日常を理解してもらうことを通じて是非よく知らない企業から知っている企業に展望していっていただけると新天地でも人材確保が可能になっていくかと思います。では4つ目の,あのパートに入ります。 先ほどのあの話をちょっと整理すると自社のリアル実態を知ってもらうことができれば求職者の不確実性を下げられますよとでそうするとよく知らない企業というふうなところから知っている企業というふうになって、えー、受けてもらえるあるいは選んでもらえる可能性が高まってきますよというお話をしました。 まあ実際確かに実態を伝えるだけで欲しい人材が来てくれるかというとそんんななに甘くないんですね。そこで自社のの実態の中でも特に魅力を伝あるいは逆にですねあの企業側からするとあんまり魅力だというふうに思っていないものがある求職者からすると魅力的というふうに映るケースとかもあったりします。 ああるる時期に残業がが多くなる会社があったとしま,すで、えー、まあその残業が多いっていうことって例えば近年の若者はあんまり残業を好まないというふうな認識があるかもしれないのでなんか魅力的じゃなく見えますよね。 ところが若い時にものすごく経験を積んで一気に成長したいというふうに思っている人にとっては非常にたくさん働けるということが魅力的に映るかもしれないんですこのように何が魅力に映るのかというのは相手によって違ってくる可能性があるんですねまず最初に自分たちの会社がどんな人を取りたいのかというのを考えるところから始めていただきたいんですね つまり欲ししいい人物像を明確化してください例えばですねこれは一例なんですがあのうちの会社では成長することを望んでいる人が欲しいなとか失敗した時に粘れる人が欲しいなとか分からない時にきちんと相談できる人が欲しいな、まあ、このような形でですねどういう人が欲しいのかというのをきちんと定義していく必要があるんですね。 というのはそういいう社社員っって、て自社の実態をよく知っているからですそうすると、まあ、魅力ないですねみたいな人は多分残ってないと思うので何かしらの魅力を絶対言ってくれると思うんですね。でその社員に対するインタビューの様子をですね編集して発信するというのもありだと思いますしあるいは社員の言葉をとってそしてそれを例えば 違う形で動画や写真というところで伝えていくといった方法もあり得るかと思いますでは5つ目のあのパートに入らせていただきますこの会社は魅力的だというふうに思ってもらうというのが人材確保をする上では大事なんですねではこの会社は魅力的だというふうに思う気持ちこれをもう少しあの掘り下げてみたいと思いますフィットしている というふうに思ったときに人ってその会社に対して魅力を感じるんですこれを専門的には主観的フィットというふうに呼びます一口にフィットしていると言っても実は3つの種類のフィットの仕方というのがありますまず最初にサプリメンタリーフィットというものなんですがこれは似ているっていうことです類似性ですつまり自分とこの会社は 似ているとだから合っているなというふうに思うフィットの仕方これがサプリメンタリーフィットと呼ばれるものですでは2つ目のフィットがニーズサプライフィットと呼ばれるものですこれは求職者が自分が働く上でのニーズをこの会社は満たしてくれるというふうに思った時にフィットしているというふうに感じるということです 例えば学びたいというふうに思っている人に対して充実した研修制度がある会社って求職者にとってはあこの会社合ってるなというふうに思いますよねニーズを満たしてくれるということですでは三つ目のフィットなんですがデマンドアビリティフィットと呼ばれるものですこれはこの会社で求める能力を自分はちゃんと持っているとだからこの会社には合ってる魅力的だな というふうに思うというフィットのあの形です。社員の関わりが人材確保を促すというパートです。 新天地でですね、人材確保を進めていくためには不確実性をを下げるのが大事ですよといいうお話をさせていたた。だきましたそしてその上では日常を伝えていきましょうねと日常の中でも魅力的な情報を伝えていくといいですよとでさらにはフィットしているというふうな観点で注目して情報を出していくと人材確保をしていきやすいですよというお話をしました。 そことはちょっと違う形にはなるんですがあの人材確保を進めていく上で大事な点を最後に一つ紹介したいと思います。ある種必殺技的なものですねそれは社員の持つ力を活用すするとということです実は採用の文脈においては社員の印象が企業の印象になるということが分かっています。 求職者がある社員と接触したとしますよねその人が例えば優しい人だったとしますそうするとその人が所属する相手が所属する会社もきっと人に優しいんだろうな というふうに思うんですねすなわちですね採用担当の方それから社員の方々いろんな方々が求職者と接触していくことになると思うんですがそういう方々の力で求職者の入社意欲を高めていくことがでできるんですね一つがですね温かさのある社員ですね。 やっぱり温かく対応してくれたりきちんと受け答えをしっかりしてくれるような社員と接すると求職者はこの会社にに入りりたいいなななとううような気持ちになります。求職者のキャリアの相談に乗っていい企業選びを支援していくことができるような社員こういう社員と会うと求職者はこの会社は魅力的だなというふうに思うんです。はい。 という形で,です、ね、私の方からはですね新天地で人材確保を進めていくためにはどうしていけばいいのかということを5つのパートに分けて説明をさせていただきましたでは以上で私の講演を終了させていただきたいと思いますご清聴いただきありがとうございましたどうもお待たせしました。 ここからは本日の講師役の伊部先生と伊賀市の岡本市長によります人材確保をテーマにしたトークセッションとなります。引き続きよろしくお願いします。えっと私の方からあの早速質問させていただきたいんですけども、伊部先生にはですねあの新天地における。 人材確保についてあの分かりやすくご解説いただきました、えー、セミナーの中で、ですねあの企業側が欲しい人物像というお話がありましたが、あの一般的には企業側には、どのようなあの人材の雇用が望まれておりますでしょうか。そうですねあの まず前提としてこう大事になってくるのがあの企業側がそれぞれがやっぱり定義していくっていうことはあの前提として大事になりますやっぱりそれぞれの会社で活躍する人材って違ってますからねというのはありつつもただ一般的にこういう人は活躍しやすいというふうなあの人というのはいます例えばあの真面目で几帳面で計画的な性格の人です まあこういういのを誠実性が高いというふうにあの呼ぶんですがコツコツとやっぱ意欲的に仕事に取り組む人というのは、えー、パフォーマンスがが高い傾向があります。さらには成長意欲が高かったり周囲とコミュニケーションをとるということに対して積極的なあの人材もです、ねえー、活躍する傾向があるのでそのような人材を求めていくとうまくいきやすいというのは一般的にあります。 どうもありがとうございます。意欲的でまああのコミュニケーション力高いっていうふうな人密度ということですけど、岡本市長、えー、伊達成先生に言われるその企業側の望む人材という観点から、伊賀市の人材としてはいかがでしょうか。まああの先生のお話を伺いながら、かつて私がそのうそういう立場あった時の。 対応した人た人ちのことを思い浮かべたらやっぱりなるほどなあ,のあった人事担当者であるとかその辺の印象が大きく作用したなあ,あここの会社はいい会社ちゃうかなと思ったりですねここちょっと冷たいんちゃうとか <laughs> と思ったりするんですけどまああのやっぱりどうなんでしょうねうーんいっていうところはですね あの得てしてなんか外から見ると山の中に囲まれた閉鎖的なところなんじゃないか閉鎖的な人が多いんじゃないかと思うんですそうじゃないと思いますつまりは僕が出たのは地元の上野高校というところなんですけどそこの高校歌にですね「えー、湯を囲める山々も丘に登れば低く見、えー、んで肥えて溢れて外に出ん」というんですよね。 それをずっと3年間歌ったからみんな若い者は外へ出て帰ってきへんやないかというようなことを言われるんですけどだけどやっぱり若い者の家の,の若い者もやっぱりあのそういう新しい世界新しい自分が生かせるところっていうものを大変魅力的に思ってますのでそういう意味ではその企業とのマッチングっていうのはうまくいけばいいのかなというふうに思います。例えばちょっっと長くなって恐縮ですけど いって、えっと、松尾芭蕉が生まれまれしたで彼は徘徊を商風という新しいスタイルを作りましたで阿弥というおのを大成した人がいます彼はその猿楽というような従前の娯楽に近いのものをですね芸,芸術にしたわけですよ。でそういうのを見るとですねやっぱり伊賀人は、えー、新しい世界に飛び出してしかも 古いものから新しいものを生んでいくというのもアバンギャルドですよね、そういうあの性格、性質が本来備わっているのかなということですから、僕はあの市役所の職員に対してもあの常にチャレンジする、あるいは前向きにあの自らを実現するようなタイプの人たちをあの大いに歓迎したいなというふうに思ってますね。 伊達先生にお尋ねしたいんですけれどもあの近年は若者の地元志向が強まっている傾向があるのではないかっていうふうな声も耳にするんですけども現状とししてはいかかがででょうかそうそすねもちろんあの人によるっていうところはあるかもしれないんですがあのさっき市長がおっしゃった外に出てみる新しい世界にこう挑戦してみる、えー、そういった あの方例えば最初は伊賀市に生まれて育ってでも一旦都市部に行ってみますと例えば東京で働いてみますとでそうすると一度出るとあの地元つまり生まれ育った自分の場所を客観的に見られるようになってなんか案外いいとこあったんじゃないのかと案外っていうとあれかもしれないんですがあのなんか今まで当たり前だったことが実は 当たり前じゃなくてすごく貴重なことだったんだとか、そういったことに気づける可能性があるんですね。そのように新しい場所に行った人が振り返って、あ、よくあれは良かったんじゃないのかというふうに感じて、ではちょっと地元にあの戻ってみたいなというふうに思うようになっているというのが一つあると思います。 もう一つはそれこそコロナ禍以降あの進んでいるテレワークの影響というのもあの、えーまあ、看過できないかなと感じていまして例えば地方企業であってもテレワークで 別の場所から働くということもできますしあるいはあの逆にですね、えー、テレワークで地方に住みつつ都会の企業で働くみたいなこともできるようになってきているとそのように働き方が多様化している柔軟になってきているという点もあの地元志向ということを可能にしている点ではないかなとあの感じています。あ,なるほどありがとううございます、えー、伊達先生もう一つ お伺いしたいんですけれども、あの地方企業におきましては、あの特に専門人材、専門人材の確保がま難しいという声があります。専門人材に焦点を当てたとき、新卒の学生かそれともですね、あの企業である程度経験を積んだプロフェッショナル人材を求めるのか、地方の今後の方向性としてはいかがでしょうか。 これはできるならやっぱり両方求めたいあのところですよねあのただやっぱり難しいのが専門人材の,あの方々にとって何が一番のモチベーションなんだろうかということを考えるのが大事だと思うんですね。で例えば専門人材の方々にとっての一つの大きなあのモチベーションって学ぶということなんですねつまりスキルを開発できるということが大きなあのモチベーションになっていたりします。 ですので学習機会を企業ととししてては提供いいくということがすすごく大事になりますこれはどこの地方であってもそれから都市部であっても全く変わりなくあのそういうところにきちんとつまり学習機会を提供するというところに予算をかけたりとか機会を提供したりすることができれば人材確保に専門人材の確保につながっていくと。でさらにはそのオンンライン かも進んでいるので、学びの機会自体もオンライン化が進んでいて、気軽に学べるようになってきているんですよね。そういうのをどん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 こう認めていくということが専門人材を獲得していく。上では、新卒でもこう中途でもあの大事な点になってくるのではないかなとあの思います。ありがとうございます。岡本としては、あの先ほどの伊達先生のお話で何か？あの,あのこれも我が身に振り返ってみると 高校生の頃はこの狭い天地を早く出てあの一度は都に住んでみようかなと思って、まあ、東京行ったりなんかしてるんですけどあの出てみるとあの常日頃を当たり前のことだと思ってたことがですねとても価値のあることであったりよそやないものであったりっていうことは気が付くんですよねだからこそ何十年かたって今私がここに座っているというのはそういうことの結果なのかなというふうにも思いますし。 だけどあのそれだけの魅力のある土地がはそういう魅力のある土地ですから地元から出て帰ってきた人間にとって重要なあのいい魅力的な町であるとするならば場所であるとするならばよそから就職して来られる人たちにとってもあのそれはいい素敵な場所であるに違いないんですよね。 でまあ、あの先生おっしゃってましたけど自らを、えっと、開花させるというか自己実現をしていくという時に何が必要かというとやっぱり自らが勉強するという知識を得られる分がなきゃいけないと思いますまあ要するに若い人たちにとって自己実現を図っていく一つは、まあ、しっかりとした、えっと、勉強のできる場所、まあ、その例えば、えー、地の拠点といわれる図書館ですよね。うん そういうういいいものが整っているっていうことこ大事なんです今まで実は進出された企業の社員さんたちで技術系の人たちなんかが勉強しようと思ったら奈良や大阪や京都の図書館まで行くというようなことがあったんですけど実は今度忍者改良事業っていってその中で PFI 事業になるんですけど旧庁舎をこれ坂倉仁さんの建築なんですけどそれをリノベーションして。 えと居場所づくりそれから地の拠点であるそして、えーまあ、いろんな楽しみ方ができる、えー、図書館に改造をするということが2025年から始まるんですけどですからそういう意味では充足される場所に街になるのかなという気もしますしあの伊賀っていうところは何がいいかっていうと。 例えばテレワークなんかどこでもできるという話なんですがでもそれは日本中は同じところなんですがじゃあ意外にどんな優位性があるかっていうと例えば自然があるのはもちろんですけどもさっきから言ってるように歴史的な文物があるいは遺産があるよそにはないものがあるでよそにはないおいしい牛があったりお米があったりお酒があったりするというようなそういうことがですねこの町にはあるわけですからやっぱり。 えと暮らしやすいということが働きやすいということでもありますしそれからあのやっぱり進出している企業の皆さん見てるとものすごく先端的なあ,のあり方なんですけど意外とあの地元の人たちにも知られてないようなですからやっぱ候補っぱて大事でですすよねね、うん、そうですねあだから僕らあのま町づくりの中でこれから広報っていうことが一番大事だなと思うんですがやっぱ企業誘致とかあるいは。 あの人材の、まあ、同様とかいうときには、やっぱり。どんな場所なのか、どんな企業なのかということをですね、しっかりとアトラクティブに語ることが。大事なんだろうなと思いますけどね。どうもありがとうございました。はい、えー、っと、それでは、これよりですね、質疑応答に移らせていただきます。視聴者の皆様は、ご質問やご意見とありましたら。チャット機能で、送信していただく、いただくようお願いします。 画面中央下の部分にあるチャットをクリックしていただきましてメッセージを入力してくださいその際メッセージの宛先はパネリストとホストにしていただくようご協力をお願いしますでは、えー、とこの間利用しましてもう少しトークセッションを続けさせていただきたいと思いますんですがえー 伊達先生にまたお尋ねしたいんですけれども企業の地方移転についてどのような場所が選ばれるかと思いますかそうですねまずは先ほど私の,あの講演の中でもお話しさせていただいたようなやっぱイメージがでできるっていうのはすすごく大事ですよねあの例えば私この伊賀市でいうとあの私大阪出身なんですがあの伊賀にはやっぱり 両親に旅行で連れてきてもらったことがあるんですね。小学生の時に、でそうするとやっぱ馴染みがありますよね。全く知らない土地というわけではなくて、少しでも知っていればあの全然違ってくるわけです。東っていうふうに聞いた時にやっぱあああそこかというふうにこう思えるというふうにちょっとが想像ができるようなあの場所、これは地方移転にとってあの重要なあの点かなと思います。でさらには。 あの先ほど市長がおっしゃった点とその通りだなっていうふうに思ったんですがやっぱりあの働くっていうことだけではないですよね人間にとって生きるっていうことが大きくあってその中にあの働くっていうことがあるのでその地方に行ったとしたらどういう「生きる」が待っているのかということが分かるようなあのこう地方というのは移転において場所として選ばれる可能性が高いんじゃないのかなと思います。 ありがとうございます。えー、岡本市長にまあ先ほど伊賀市の魅力まああの語っていただきましたけれども、<laughs> えー、まあだいたい先生がおっしゃられるまああの地方移転の理想の場所としてまああの伊賀市まあ最適っていうふうなことが言えますかね。あの移住されてくる方がえっと県内で一番多いんです。五年連続そうなんです。でえっとその移住にもうち力入れてるんですけど。 その時のキャッチコピーというのがですねあの実際によそから来られて住んだ方がほろっと漏らした言葉を頂い,いてキャッチコピーにしたんですけどそこそこ田舎そこそことかいということなんですそれは何でかというとあの。 1>, 1時間前後で大阪にも行け、京都にも行け、どうかすると名古屋にも行けて、ですねでそこにいろんなあの自分が働きかけることが可能な施設なり場所があるということは、ですね大変魅力だというふうに思いますし、あのそれがい賀が昔からその忍者も生まれたような、そういうロケーションのメリットだったのかなと思いまますすけどねあ,ありがとうございますで岡本市長伊達先生あの、大変貴重なお話、ありがとうございました。 工場等の進出や地方移転をご検討の皆様にはあのご参考になられたのではないかと思いますこれでトークセッションを終わらせていただきますでは司会を島藤さんにお返しますトークセッションにご参加いただいた皆様ありがとうございましたここからは伊賀市の新たな産業用地の創出に向けた取り組みをご紹介いたします 東は関西から見ると三重県の西の玄関口となりアクセスが非常に充実していることから関西方面の企業の皆様にたくさん立地していただいておりますまた新たな立地検討の相談も多くいただいておりますこのことにお答えするため新たな産業用地の創出に取り組んでいます具体的には東の中央に位置する丘陵地、えー この航空写真の青枠で囲ったエリアを民間主導にて産業用地の創出に努めており現在そのうち黄色で塗ったエリアを優先的に進めております。次にその優先エリアの整備イメージをお示しします。整備のイメージは区画数5つ程度1区画あたり2から3ヘクタールです。区画の大きさは 企業の皆様の希望に応じてオーダーメイドも可能ですまずは優先エリアを早期に具体化できるよう進めていきます具体化した際にはホームページ等で情報発信していきますまたトピックとしまして当市では今後のデジタル社会に向けたインフラの整備としてデータセンターの誘致に取り組んでおりますその中で 産業経済産業省の補助事業データセンター事業実施可能性調査の全国十自治体の一つに選ばれました今後は伊賀市のデータセンター誘致の可能性調査を行い伊賀市にマッチしたデータセンターの誘致に力を入れていきます新たな働き方や新たな価値観が企業活動の形を少しずつ変えていく中伊賀市は 東西の人々が交流する中間地点として今後も輝き続けられるようさまざまな情報発信に取り組んでまいります。これらのことが東を知ってもらうことや地域外からの人々の交流につながり関係する企業人の交流の場として東が一致していけるよう産業集積を図っていきます。産業用地につきましては 皆様の立地検討が多くなれば第2・第3の産業用地創出の取り組みを加速させることができますぜひとも産業用地をお探しの皆様の相談をお待ちしておりますぜひご検討ください以上をもちまして第3回東企業誘致ウェブセミナーを終了させていただきます 1> 第1回第2回の企業誘致ウェブセミナーについては伊賀市のホームページや YouTube の忍者市チャンネルからご覧いただけますので伊賀市に興味を持たれた方はぜひご覧ください。本日は最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。